論語の注釈書、論語集下。画像中央の小さい文字で書かれた、うんどなりが、訓古の典型で、訓古学、または、訓古とは、主に儒学の解分野で、儒教の経典に出てくる語句の意味を解釈、説明する行為を指す。具体的には、経典の注釈書を表したり、経典の言語の辞書を編纂したりする行為を指す。そのような行為は、 経典の正当な解釈を定める行為でもあった。くんこという行為は、古代の言語を解釈することである。もともとは、くんや、こ、ことだけ使われていたが、後に、くんこ、くんこ、こくん、こくんなどと使われた。日本語漢字の訓読みの、くんもこれに由来する。典型的には、a、b なり、a、h b なりという形をとる。また一致する音声で解釈を施すものを、 声君と呼び、古くから行われていた。徳、徳や、聖、まさや、人し、人なりといったものである。訓古学は、軽学、小学に含まれる。訓古は古籍に対する注釈として行われた。古漢の古文学において特に発展し、漢から、銀神南北朝時代、等、創発において流星したので関東訓古学の名がある。主な注釈書には、 五教正義十三教中祖といったものがある。関東君古学は、総明理学と対比される。総明理学においても、四書七中などの注釈書が記されたが、関東までと異なり独自の思想体系をもとに解釈していた。一方、新代の交渉学は、そのような総明理学の手法を否定して、関東君古学の復興を目指した。訓古学の辞書のことを、 訓古書、訓古の書という、または講義の辞書とも言う。二十世紀の言語学者、河野六郎は、義書という古書を提唱した。主な訓古書として、漢代前後に編纂された字が、河正、し、方言、釈明といったものがある。新代の交渉学においては、これらの訓古書が重要視され、訓古書を研究する書物、書本が多数書かれた。 その例として、小進む間、自我正義、各異行、自我議書、王年尊、皇忠史書章、大臣、方言書章、筆言、釈明書章、大崎、県、釈明書証法などがある。ありがとうございます。